デモベンテダ149-40は M15-42 戦車の車体を流用して作られたイタリアで唯一の間接射撃用の自走砲である。当時の流行に従い M107 自走砲のように全面走行を持たない長射程距離可能砲を車体に搭載している。1942年頃に試作車両が1両のみ生産され、現在は アメリカ合衆国メリーランド州アバディーンのアメリカ陸軍兵器博物館に保管されている。後方から見た写真。展示車両は立体が欠落している。特徴的な末包位置、包備の構造がわかる。車体後部に四軸が折りたたまれている。イタリア軍はドイツ国防軍にさほど遅れることなく突撃砲の必要性を認識しており、セモベンテダ75。 18といったドイツ軍の3号突撃砲に表面上は2回寄った系統の車両を開発していた。これらイタリア製の突撃砲は相当数が製造された。また、これらの突撃砲はより厚い装甲を持ち、当時のイタリアの戦車よりも速やかに生産できた。しかし、こうした車両が相当数配備される頃には、イタリアは戦争に影響を及ぼせる立場になく、 これら大部分の突撃砲はドイツ軍の手に渡った。大部分のこうしたセモベンテは合計 75mm または合計 105mm の戦車砲または榴弾砲で武装していたが大部分は直接射撃を行うよう兵装を施していた。イタリア砲兵の装備としては気構手団の支援のために突撃砲ではなく 自走砲形式の兵器をもっと必要としていた。そのような経緯から、アンサルド社では、早期式の車体で運搬できる強力な砲兵用の兵器を設計しようとし、従来生産してきた車両の一部を変更した。最終的に、アンサルド社は既存の兵器でこれを解決し、過報として、カナナダ149、40モーデル35を用い、大きく改修を加えた、 カルロ・アルマート M15-42 戦車の車体上に配置した。これら2つの機材を部分的に選別して組み合わせたのはできるだけ良い車両と並走の組み合わせを作るためだった。しかし問題はすでにイタリア軍が相当数の加工と戦車の生産を要求していたのに対しアンサルド車を含むイタリア産業はこの需要を満たすことができなかったことであった。 この新型の兵器であるセモベンテダ149-40は戦況の見通しが不透明な中で生産が開始された。セモベンテダ149-40は搭載砲の長い砲身が砲塔を撤去した車体上に配置され、砲本体が射兵なしに開け放して据え放されたため対戦車はもちろん不評に対しても全く無防備な兵器となった。 法院は法の操作のため、車兵のない開けた場所に立った。発射に際して生じる反動力をいくらか吸収するため、指軸が車体後部に取り付けられている。1942年の後半以前には最初の試作車両が時間のかかる発射試験の準備を終えていた。この試験は失敗したが、その結果以前にすでに量産が開始させられていた。 製造ラインが稼働できるようになる前に、イタリアは連合国に降伏し、ドイツ軍は、イタリアの有益な資材の残余を摂取していった。こうしたことからセモベンテダ14、149,40は、有望そうな兵器の唯一の試作品である、というイタリア軍需産業の技術立証する、白物以上のものにはなり得なかった。搭載砲であるコンニダ14、149,40モデ35は、 4 6ラムの砲弾を発射でき、射程は2万3 7 0 0ルであった。この交線距離では、砲兵の防御不足は、比較的に重要性が小さかった。ありがとうございます。